んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは医者を信頼するです。とても深刻な病気になっても医者を信頼せず、自己療法で治そうとしたり代替療法を探そうとしたりする人たちがいます。それ自体は悪いことではないのですが、でも医者を信頼しないという心の奥には権威者を否定するという心理が隠れています。つまり権威のある人が嫌いで、そんなものは信頼に値しないと考えているんです。これは困りますね。こうして手遅れになってしまったらもったいないことです。実はこのような心理の根源は父親の否定にあります。子供の頃の家庭では権威者は大概父親です。その父親のことを偉そうだと見下して否定していると、権威のあるものが全部悪いものに見えてしまうんです。医者だけでなく警察、政治家、教育者などが権威者に含まれます。そもそもの病気の根源が父親に対する敵意だったりします。ですから医者に対する不信感は余計に病気を悪くしてしまうことになります。ネガティブな思いは病気を作り出すからです。ですからせっかくの代替療法もこれでは効果がありませんね。ということで今日はこれを直しましょう。ではいつものように目を閉じて、自分を6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきてあなたに話しかけます。あなたは医者が嫌いなんだね。治せないくせに偉そうにしていると思っているんだね。そして病気なのに医者のやることが無駄なことに感じて医者を頼らないんだね。大人の自分はそれでとても困っているよ。体が悪くなっていくのに医者を頼ろうとしないから、自分を助ける方法がなくてどんどん病気が悪くなっていくんだよ。これじゃ困るよね。良くなりたいよね。家族を残して死ねないよね。あなたが医者に対して不信感を持つのは、本当は医者にお父さんを重ねて見ているからだよね。子供の頃、お父さんは偉そうにしているだけで本当はバカな人だって思っていたよね。それは間違いだよ。お父さんはあなたを養ってくれていたよね。お父さんは世間のいろいろなことからあなたを守っていたんだよ。でも子供のあなたは、お父さんはうるさいし、いつも酒を飲んでいるしって、ダメなところばかり見てお父さんを判断してしまったね。本当はあなたはお父さんがバリバリ働いているところなんか見ていないよね。お父さんの能力や技術を全く知らないのに、偉そうにしているけど何も分かっていないダメな人と思い込んだんだよ。それは間違いだよね。それを反省しなさい。あなたは医者についても同じことをしているよ。あなたは医者のことを何も知らないよね。それなのに医者なんかに治せないと思ってるなんて、あなたは本当に傲慢だね。あなたが本当に自分の病気を治したいならば、まずは自分で絶対に自分を治すと決めなさい。その上で自分を治してくれる医者が見つかると信じなさい。医者は何年もかけて勉強し、リスクを負って病人を助けてくれている、そういうお医者様を尊敬し心から信頼しなさい。あなたがもし自分を信頼できるならば、
それができるはずだよ。素直になりなさい。人の言うことを聞きなさい。そして自分の体をもっと愛して治すと決めなさい。そのために医者の力を借りなさい。大丈夫。大人の自分はあなたがとても大切なんだよ。だからあなたを助けたいんだよ。頑固はやめて、素直にお医者様を信頼して、自分も治す覚悟をしようね。あなたがとても大切なんだよ。だから未来の自分を信じて体を治そうね。